ああ、一瞬落ちたかと思いましたね。びっくりしましたけどね。じゃあ声かけてみましょう。はい、レディー続々入ってますね。よかったですね、このゲームはスペクテーターが喋っても聞こえるという、そういう設定になってますんでね、今ね。はい、スタートします。早速一戦目行ってみましょう。はい、スタートしました。まずはですね、歌方選手、歌方選手はですね、いつもエントリーはですね、一番にしていただけるということで、非常にありがたい方でございますけどね。なるほど、エントリーっていうのはですね、一番最初にするのはなんか嫌だなっていう方がたくさんおられると思いますんでね。そこの中でエントリーをですね、簡単に一番にしていただける方はですね、非常に助かりますけどね。さあ、今、歌方選手、ダブルダメージを今、壁どっちからですね、取りに行こうというところでございましたけども、そこを襲われて倒されてしまいましたね。さあ、デスクは一人倒して、さあ、ロケットとフラップを取ったとこ、アドレナリンを集めながらですね、行くとこですけど、向こうからミニガンですね、応酬。このミニガン結構、鬱陶しい感じがしますんでね。おーと、ナイスですね。いい感じで、足元に落としてですね、これでまずトップですか？歌方選手に、他の方、全員1ということでですね、序盤ではございますけども、とりあえず今トップを稼いでるところでございますね。さあ、デスマッチでございますんでね、もうガンガンもう打ってですね、とにかく倒すということでございますけどね。さあ、2番目の方行ってみましょう。さあ、ディーマン、ロル、ラフィング・オブ・ラフでしたかね。ちょっと名前忘れちゃいました。ごめんなさいね。そういったクランの方でございますけどね。ディーマンさん、こちらの、映像でございますね。ロールといえばですね、親分の今日はボックス選手が来てますんでね。さあ、そのあたりですね、ロールのメンバーのディーマン選手どこまでいけるかというところですけどね。ですけど今、左上、少し画面見にくいかもわかりませんけど、マイナス1となっているのはですね、トップとの差ですね。間違いないですね。トップとの差ですね。トップとの差で、がまだ1点差ということでございますね。ですから今1つ取って、もうこれで、トップに並んだところですね。ですからこれいい勝負になってますね。一番サーバー。いきなり熱い勝負になってますけどね。さあ、この、ふんふんと言いながらですね、どうしたのかっていう感じでございますけども、どっち移動してますね。どっちで移動してますけども。さあ、横をですね、2回押すとですね、早く移動するという特殊な移動のどっち移動というのがですね、UT にはあるんですけども、それをですね、ただ地面を蹴るだけじゃなくて壁も蹴ったりですね、いろんなとこを蹴りながらですね、相手を撹乱して、移動していくという、そういうわけでございますね。それをしながら、プラス、ショット、移動しながらの激しい、一瞬のですね、どっちの移動っていうのはすごく早いもんですから、その移動をしながら一瞬にしてですね、相手に合わせるというですね、まあ、いわゆるスポーツ系で非常に激しいことになってますけどね、そのゲームは UT でございますね。もう、非常に、今日はですね、たくさんの方に集まっていただきまして嬉しいでございますけどね。さあ、今、トップとの差が3になりましてですね、今3位でございますね。さあ、次の方行きましょう。グレン選手。グレン選手来ましたね。グレン選手はですね、先日のですね、フィア、こちらのですね、イベントにも出ていただいておりましてですね、それからですね、UT も持ってるから、じゃあもう来週の UT も出るよっていう感じでですね、非常に新しい、コードリアリティ2、新規開拓者ってやつですね。よく仕事で営業とか行くと、営業の仕事とかやるとですね、新規開拓するとむちゃくちゃ喜ばれたりしますけどね、賞金出ちゃったりしますけども、よく会社でですね、そういうわけでですね、新規新しい方のですね、登場でございますのでですね、今日はですね、十分に楽しんでやっていただきたいなということでございます。まあ、ですけども今日はですね、いわゆる子さん、子さんの方もたくさんおりますんでですね、なかなか大会としては厳しい対戦になっているかもわかりませんけども、最後までですね、いってほしいですね。現在は4位で、まだマイナス5、いわゆるトップとの差が5でございますんでね、スコア見てみましょう。まだ9、8、7、3、3ということですね、今6になってますけどね、そこまで差のない、組み合わせになってますね。
この1番サーバーですけども、さあここでですねどんどん稼いでですね、少しちょっと自信をつけてほしいなというところでございますね。さあ後ろからもおーっとビームで襲われてますね。あーっと苦しい。じゃあ、4番目の方ですね、木下スワン、いわゆるさんのことを言ってるんだと思いますけどね、いわゆる木下さんですね。木下さんはですね、前京太選手という人おられたということなんですけども、木下さんになったそうですけどね、うん、木下京太さんというそういう名前なんですかね。まあいいんですけどね、リアル名はいいんですけどさあチームスワンからですね、強烈な木下さん来てますけどね、さあ今現在2位ですね、マイナス2ということでございますんで、まだまだ本当に、ほとんどですね、そう差のない対戦になってますね。おーっといいとこに今セカンダリー落としてしてコンボですけど、相手がですね、あーっと倒された。歌方さんに行かれてしまいましたね。いけるかと思ったんですけどね。ですけども歌方選手は今ダブルダメージ持って、しかも、体の周りにですね、十字がキラキラ走ってると言いますけどね、その人はですね、アドレナリンですね、いろんなところに薬のマークがありますけども、アドレナリンを集めて100になると、特殊能力が使えるという成分になってるんですね、ちょっとよくわけがわかりませんけども、まあ、デスマッチはですねアドレナリンを入れてやるというのが一般的だそうですんで、アドレナリンありでですね、これがそうですね、これを集めてですね特殊効果、体力自動回復ですね、それを使っていた状態でございますね。ですから今木下選手から食らいましたけども、なんとか耐えてですね、逆に倒したというところなんですね。さあ歌方さんに戻りましたけどね、歌方さんはですねビッグランですとか、オフラインのイベントたくさんありますね、名前がピッてる時に、犬飼さんですね、犬飼さんたちがですね、もりもりやっている。おーっと血の池にはまってしまいましたね。血の池地獄っぽかったですけどね、ちょっとここ頭打っての落としかったですけども、汗を打っちゃいけませんね、今日はですね楽しくいきましょう。そのビッグランですとか、そちらの方にも結構来ておられるそうですんでね、ですから歌方さんといえば皆さん知ってる人も多いかもわかりませんけどね、確かクエイコ4の方にも出てたような、そちらの方のイベントにもですねビッグランで出てたいっていうですね、記憶がございますけどね。さあディーマン選手をですね、今のはフラッグ、いわゆるショットガンですね、アンリアルトーナメントのショットガンであるフラッグですね、こちらのセカンダリー攻撃の、思いっきり爆弾落としてますね。さあですけども、おーっとグレン選手がですね、先ほど申しました特殊アイテムですね、こちらを使ってましたね。なんとかしのいだというそのとこですね。さあ現在ディーマンロール選手がですねトップですね、17、歌方選手15、木下さん12、グレン選手が今5ということでございますね。さあ次ディーマン選手、先ほど出だしはちょっとっていう感じでしたけども、なんとか今1点差でですねトップに入ったところですね。さあいいとこでコンボいってますね。私は以前も言いましたけども、セカンダリーですねコンボのをまず打つためのですねショックライフルのコアですね、ショックコア、こちらのですね距離感ですね、これを十分、引きつけると言いますかね、相手の近くまで寄せてですね、それからコンボを決めるということなんですね。ここら辺ができるかどうかというのがこのゲームかなり、実力左右しているところだと思いますんでね。私でもそうなんですけどね、焦って打っちゃうんですね、ショックコアが十分相手の懐に入る前に焦って打っちゃうんですね。そうなると効いてるようであまり効いてなかったりするんですね、なるべく相手のですね、狙ってる相手はもちろんショックコアに当たってもダメージ食らえますんでね、ショックコアが横に入った時、その時に、ショックコンボを決めたいというそんなことでございますね。あ、今の良かったですね、あんな感じですね、かなりもう相手に近いところまでショックコアが入って、コンボを入れるということなんですね。もう打たれる方もコアに当たってはもうその時点で、体力削られてしまいますんでね、一生懸命コアを潰さないように避けてしまいますからね、
これでもっと危ない人になるともうコアを逆に受けてあのコンボを潰すっていう方法もありますけどね。もうそうなってくるとかなり危ないです。もう、もうそういう方はですね、ちょっと日本国内じゃなくてちょっと世界行ってほしいなというそういう気がしますけどね。まあ、今日はあの国内の楽しい大会でございますんで、そこまでやっちゃいけませんよ。はい。じゃあ、ディーマン選手の次ですね。さあ、グレン選手に戻りましたね。グレン選手、ちょっとスコア的にはマイナス13ということで、少し、スコア離れてしまいましたけども、おーっと、いい感じ。フラッグの直撃でございましたね。さあ、いい感じでミニガン打ってますよ。さあ、木下さんっぽいですけど、木下さんどっか隠れちゃいましたね。あ、木下さん、今、隠れてですね、グレン選手は見失ってしまったところですね。さあ、ですけども、木下さん選手は血の池に落ちたようですね。さあ、上位3人が非常にいい勝負になってきましたね。1点差で並んでますけどね、これ誰が1位になるかよくわかりませんね。残り時間が4分と半。さあ、先ほどの木下、スワンですけども。さあ、コンボの応酬ですけども、これは、敵がですね、遠くへ逃げてましたね。ここ、ショックライフルのファースト、決めたいとこ、決まりましたね。グレン選手を倒して、マイナス1になってますよ。さあ、まずコンボ当てて、接近戦の武器で倒したい。来た木下選手、トップになりましたね。さあ、もう一個いけるかというと、いった素晴らしいエイムですね。ここで、歌方選手のですね、3連発、ためのローケラーにちょっと今、騙されましたけども、とりあえずトップになりましたね。やばいですね。22、22、21になってますね。いきなり1番サーバーやばいことになってますよ、これ。さあ、歌方選手が、前半は少し飛び抜けたんでどうかと思いましたけどもね、ずるずるずると来て、ここで、上位3人が慣れましたね。思いっきり今コンボ入ってしまいましたね。ちょっと苦しかったですね。さあ、宇多方選手。さあ、今も現在トップは宇多方選手に戻りましたね。今倒されて、ここで1点差のトップ。スコアは24。残り3分と少々ですね。50のシールド。おっと、一回またいでしまいましたけども、これはちょっとシールドに手間取った分だけですね、ディーマン選手に綺麗にコンボ決められてしまいましたね。1点差。さあ、3分切った。さあ、これかなりですね、見ておられる方はもちろんかもわかりませんけども、やっている方もこういう試合っていうのはですね、すごくもう、気合い入ってますよ、もう。もう必死ですからね、残り時間が少なくてもトップ接戦っていう試合はですね、もう普通の試合の3戦分ぐらい、あの対戦試合なそんな感じになっちゃいますんでね。宇多方選手が、マイナス1、1点差になりましたね。ディーマン選手がここで1個抜けた。さあ、かなり強引に入ってますね。今強引でしたね、ちょっと。叩きつけるようなロケランでしたけども、地面に近いところで打ってしまいましたね。自爆ダメージもかなりありましたんでね。さあ、ここでディーマン選手を叩いて、ディーマン選手じゃなくて、グレイン選手ですね。を取って、なんとか1点差で持ってきましたけども、ここは危ないということで、100シールド取ってほしいですけどね。100シールド出てますよ。ここはジャンプ台からですね、斜めのスロープ。あそこへ頭打ってスムースに行きたいとこ。まあどうしてもですね、ワンオンワンやっておられる方、ワンオンワン中心の方はですね、得意かもわかりませんけども、今日はデスマッシュ大会ですんでね、その技がちょっと出ませんけどね。グラン選手遠目からですね、ショックライフル、危なかったですね。落ちて自爆ダメージがっていう危ないところでしたけどね。今向こうから打ってたのは木下選手ですね。さあ、ディーマン選手を倒して。木下選手が、マイナス5で3位に今なりまして、少し離れましたか？さあ、ディーマン選手がトップ。2点差。残り時間がですね、2分じゃなくて、もう少々で1分というところですね。さあ、宇多方選手に戻りました。宇多方選手は、3点差で、少し離れましたよ。これ以上離れるとちょっと厳しいですね。デスマッチですけど、残り1分ですんで、3ポイント差ぐらいで抑えたいところですね。さあ、ここは早く体力回復して、そうですね。試験管もきっちり取ってですね、体力を回復しながら移動したいところですけどね。遠目からフラッグ。木下選手のフラッグ入って、マイナス2。
さあ、トップのディーマン選手、2ポイントですけども、残りが、おっと、もう30秒ぐらいですね。30秒ですけども、ここで落とさないようにしないと。あっと、ミニガン打たれまくってますね。あ、2人から狙われてますね。ここは1回引いた。1点差。やばい。さあ、宇多方選手は1点差で詰まっ、追いかけてますね。さあ、7中。さあ、宇多方選手がここで逆でした。1点差。さあ、残り10秒。さあ、結局トップ。あっと、並んだぞ。また並んだ、並んだ。ああ、5秒前。さあ、今、同点、同点。さあ、入りましたね、オーバータイム。オーバータイム入りました。いきなり初戦から燃えますね。さあ、宇多方選手とディーマン選手、同じクラウン同士の勝負ですね。あーっと、今のフラッグ当てたかった。今、2人いましたね。フラッグでどっちが倒れたかというところでしたね。さあ、これは先に1ポイント取った方がもう勝ちで決まってしまいますね。あ、ここは決めるとこ。これはもう決めるところですね。あーっと、外した。体力がないんで少し慎重か。さあ、ディーマン選手の方来ましたよ。ディーマン選手の方が体力ありますね。あっと、ここで、どっちだ？宇多方選手ですね。最後、中央のですね、廊下。廊下ってことないですけど。こちらでですね、ショックライフルを放って、宇多方選手が1ポイント取ってですね、今、32、31、29、14という順番でしたけども、トップを取ったということでございましたね。もう、